カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経 18円上げましたね。で前日のダウは反発していて、129ドル高だったんですよね。で、ディフェンシブ株に買いというふうに書いてありますが、今週はアメリカの消費者物価指数などで根強いインフレの圧力が確認されたというようなことがあって、金融引き締めが長期化されるんじゃないか。 っていうまあ懸念の中ですね、3連休を控えたポジション調整の売りが出てきたということなんですよね。ということでね、今日の2月20日、月曜日の夜のダウはですね、お休みなんですよね、プレジデントデイということになっていて、まあ今日はね、お休みというふうになっているんですが、日経の方は小幅高ということになり、アメリカの市場の再開待ちと。 いうことでですねなんかちょっとですね情けない書き方にねなっていますよね。国内に手がかり材料が見当たらない中アメリカの市場の再開を待つ投資家が多く終日換算小動き状態だったと,ということなんですよね。うん、まあ、とはいえですねまあ、ほんのちょっとではありますが陽線でまあ上がっているということにはなって ているのでですねまあ、なんとかですね、このままね、75日線の上を維持しながら、少しずつね、上がってほしいなというふうにはね、思っていますが、頑張ってほしいと思います。続いて、グロース市場のコア指数ですけども、はいグロース市場のコア指数はですね、今日はね、0.02%上げたということになっていて、ほんのちょっとだけね、上げたんですよね。下げるよりはね、全然良くて、で、陽線なので、まあまあまあね、なんとかですね、頑張ったかなと。 いいう感じにはは、ね、なっていますが、うん、で、今日はです、ね、下日をね結構長くつけていて一瞬ね75日戦の下抜きをしてしまったんですけどもしかしなんとか頑張ってですね上がってきたということになったのでこの調子でねまだまだ上の方に行ってほしいと思います頑張ってください以上試合関連でした続いてテーマ別テーマ別でですねまずはね時価総額トップ10なんですがはい 当初の、ね、時価総額トップ10なんですが今日はは、ね、上げたのが3つしかなくて下げたのが、ね、7つもあったと。 いうことになってしまったんですが、で今日ね、一番上げたのが NTT だったんですよね。で、こちらがですね、2.1%上げたということだったんですが、で、こちらはですね、ひょっとしたらね、このニュースに反応したのかなという気は、ね、したんですが、先週の金曜日の大引け後に、まあ、こういうね、記事が出ていたんですよね、日銀がデジタル円で新実験ということで、4月から民間金融機関など参加と。 いいう,うにねね書いてあるんでですよ、ね、でその件に関しては去年の、ね、11月にもね日経が報じていたんですけどもでそこにはですねメガ銀行や NTT70 社連合とまあ、ひょっとしたらねそのネタに反応してね上がってきたかなという感じにも見えましたしそして三菱 UFJ はですねついにね前回の高値をね抜いてきたと。 いうことに、ね、なりましたね、うん。はい。おめでとうございます。まあ、こちらもね、さっきのですね、日銀のね、デジタル円の、まあ、ことで挙げたということももちろんあるかもしれませんし、それからね、円高にね、ちょっと触れているんですよね。うん。まあ、そういうことも手伝って、まあ、銀行株がね、買われたという感じがね、見えましたけども。ということでね、三菱 UFJ ね、ずっと応援しているわけなんですが、なんとね、や とですね、前回の高値を、ね、抜いてきたということになったので、ここから、ね、いよいよ、ね、1000円台の、ね、大台に、ね、乗っかれるのかどうかというところが、ね、見ものになってきましたが、頑張ってほしいと思います。以上、時価総額トップ10でした。続いて、ゲーム関連なんですが、はい、ゲーム関連はですね、今日、ね、結構頑張ってましたよね。このリストの半分以上が、ね、上げていたと。 いうことになっていて、でまずね、エニッシュなんですが、今日はね、なんと8%以上上げてきましたね。うん、はいおめで、とうございま恵比寿に関しては、この間ね、取引先が、まあ、なんかですね、揉めるようなことをですね、わざわざね、自社のホームページにね、載っけてきたと。 いうような騒動がありましたねという話をしましたが、今日はですね、なんとかね、うまい具合にリバってきて、8番セット上げてきたということにねなりましたね。うん、はい、おめでとうございます。そして、東京通信なんですが、なんとですね、こちらがね、ストップ高で終わりましたね、うん。はい、おめでとうございます。 いやー、なかなかね、すごいチャートになっていますが、で、こちらね、何があったかというと、先週のね、金曜日の大引け後に、こういうものをね、出していたんですよね。アミザシティ銀座アルファ版完成に関するお知らせというものだったんですよね。うん、はい、おめでとうございます。で、これはね、何かというと、まあ、メタバース事業のね、一環と。 いうようなことで、まあ、メタバースの、ね、プラットフォームを、まあ、なんとか、ね、今作ろうとしていることですということなんですよね。うん、で、そのアルファ版が、ね、できましたということだったんですが、で、こちらが、ね、デモ版ということになっているんですが、うん、どういうふうに、ね、なっていくのか、楽しみに、ね、見ていきたいと思いますが。 そしてね、もう一個ね、ネタがあるんですよね、うんで。こちらがね、1月23日に出ていたんですけども、東京通信がね、投資しているオーバースっていう会社が、今ね、新しいアイドルグループの創造を目的とした、日本アイドルトークンの IEO を暗号資産交換所2社にて、今春実施予定と。 いいうようよなもの、ね、出していたんで、すよね。で、このね、今春っていうのがね、味噌ですよね。もうそろそろなんじゃないのと。暦の上では立春もう過ぎたでしょというようなね、まあ、話もありますし、まあ、あとですね、このね、オーバースっていう会社のこの新規アイドルグループのですね、まあ、プロジェクトに関しては、総合プロデューサーにね、秋元さんがね、就任しているというようなね、話もあるので、なかなかですね、これからね、盛り上がるかなと。 いう感じになっていて、今日はね、ストップ高にねなったのかなという感じはね、しましたけども、はい、まだまだね、頑張ってほしいと思います。続いて、東京通信のね、次に上げたのがですね、グリーだったんですよね。んで、グリーはね、なんと今日9%以上上げていて、しかもね、なかなかね、いい感じの要線がね、出たんですよね。どーんとね、力強い要線がね、出ましたよね。うん。で、これについては、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。以上、ゲーム関連でした。続いて、半導体関連なんですが、はい。 半導体関連はですね、今日はね、このリストに入れている 半分ぐらいがね、上げてきたということにねなりましたけども、うん。で、今日ね、一番上げたのはですね、なんとね、ずっと気にしている高取でしたね。今日はですね、7%以上上げたんですよね。うん。で、この間ですね、本当にね、残念な決算が出て、ストップ安に張り付いて終わったんですが、しかし、翌日にね、なんとですね、プラテンしたんですよね。で、そっからね、ちょっとまた下がっていったんですが、今日またまた上げてきたということになっていてですね、なかなかね、いい感じのね、チャートを描いているんですよね。こっからね、上にね、 突き抜けてくれたらですね、このね、窓をね、埋めることができるということにはなりますが、はい、なんとかね、頑張ってほしいと思います。次いで、レーザーテックなんですが、はい、レーザーテックはですね、今日はね、1.2%上げたんですが、で、モルスチャちゃんがね、投資判断をオーバーウェイトにね、してきたということになっていて、で、目標株価はね、3万1400円ですと。 ということなんですよね。3万1,400円ってどこかというとまあこの辺ということなんですが信じるか信じないかはあなた次第ですというねいつものやつですけどもモルスタちゃんをね信じれるかどうかということなんですがどうでしょうかねはい以上半導体関連でした続いてバイオ関連なんですがはいバイオ関連はですね今日はねこのリストの中ではまあ下げた方がねちょっと多かったと いうことにはなりましたが、それでもね、上げたやつも結構あったんですよね。なんとですね、ステラファーマがね、12%以上上げてきたということになっていて、うん、で、ステラファーマはですね、2月16日にね、こういうものを出していたんですよね。BNCTO、照射装置を用いた非臨床試験に対する治験薬提供のお知らせと。 いうものだったんですが、またでね、金曜日はですね、割とね、寄り点気味で終わってしまったんですけども、今日はね、うまいこと上げてきたということにねなりましたね。うん、はい、おめでとうございます。材料を出した日にね、寄り点になって、で、その次の日にね、上げてくるというパターンはね、結構ありますけども、まさにね、今回ね、ステラファーマーね、そんな感じになっていますが、はい、続いて、キャンバスなんですが、はい。 キャンバスですねこの間ね、動画で話をしたときは、ストップ高で終わりましたねということをね、言っていたんですが、しかし、先週の金曜日にですね、まあ、ギャップアップしたのは良かったんですけども、そこからね、激しく落とされてしまって、ストップ安にね、張り付いて終わったと。 いうことにね、なってしまったんですよね。残念ながらね。うん。で、そっからね、今日はですね、大きくギャップダウンして、しかし、まあ、陽線で弾けたということになっていて、で、一時的にはね、プラテンしたんですよね。うん。プラテンしたね、時間帯もね、あったんですが、しかし、まあ5、5%下げて終わったということにはね、なりましたけども、まあ、今日ね、陽線で弾けたのはね、良かったと思うんですよね。うん。なので、まあ、こっからですね、またまたね、少しずつね、調整しながらね、うまいことですね、 上上下ししながら上の方にね、っっっていってていいいと思います。頑張ってください続いてメディネットなんですが、はい。メディネットもですね、いい感じでね、木曜日上げていて、で、金曜日もね、大幅にね、ギャップアップして始まったんですが、しかし今日はね、大幅にね、下げたということになっていて、ですね、今日はね、15%ね、下げたんですよね。で、これは何があったかというと、ですね、増資がね、発表されたと。 いうことでですね、まあちょっとね、今日は下げたということにはね、なりましたが、うん。ということで、今後ですね、ちょっとね、重い感じになってしまって、またまたね、横横に、ね、なってしまうのか、それともないかね、またまた新しい材料が出て上に行けるのかどうかと。 ということですけども、はい。まだまだね、期待しているので、頑張ってほしいと思います。以上、バイオ関連でした。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーですけども、まずはね、フューチャーベンチャーキャピタルなんですが、はい。 FVC はですね、今日ね、なんとですね、ストップ高に張り付いておりましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、これはね、何があったかというと、出資先のグリラスっていう会社がですね、小売向けの商品4種をトモズが取り扱い開始と。 いいうようよよな、ね、ニュースが出ていたんですよね。f v c の出資先で食用コオロギを養殖するグリラスが住友商事グループでドラッグストアを運営するトモズからです、ね、食用コオロギ粉末を使用したシートリアの氷向け商品4つについて店舗で取り扱いを始めるというようなことを発表したという話なんですよね。 ということで、今日はですね、食用コオロギでね、あげたという、ね、まあなかなかね、意外な展開だったんですよね。まあ、ただ、ね、この発表自体は2月16日のね、まあ、午前11時にはね、すでに出ていたんですよね。まあ、出ていたんですけども、その後、ですね、16日からね、17日にかけて各メディアで取り上げられたというようなことがあったみたいで、まあ、それでね、周知されてまあ今日はね、買われたんじゃないかと。 いうようなね、ことなんですけども、まあ、それにしてもね、ドッカーンとね、上げましたね。うん。ということで、前回のね、高値付近まで来たので、ここをですね、うまい具合にね、上抜けすると、いい感じでね、ドーンとね、上げれるのかどうかということですけども、はい、期待しているので、頑張ってほしいと思います。続いて、ヘッドウォータースなんですが、はい、ヘッドウォータースはですね、なんとね、ストップ高で引けたんですよね。うん。 でね、これは何があったかというとネタがね、2つあるんですけどもまずね、1つ目がですね、経済産業省のグリーントランスフォーメーションリーング基本構想への賛同に関する施設というものをですね、2月17日の OB 検問に出していたということだったんですよね。グリーントランスフォーメーションって何かというと、まあ、ゼロカーボンに、ね、向けた、まあ、取り組みということなわけなんですが、まあ、それに、ね、賛同したからといってそんなに上がるのかと。 いう気もねすするんででけどもでもう1個出ているネタがこちらなんですよね。でこちらはです、ね、全国のデジタルトランスフォーメーションを加速させるべく BTM とヘッドウォーターズが地方企業のデジタルトランスフォーメーション推進における協業強化ということがね出ていたんですよね。ということでどちらかというとねこちらじゃないのと。 勇気はねねすするんですよ、ね、ということでなんとですねヘッドウォーターズがストップだけになるそしてもう一方のね BTM もですねストップだけになったと。 いうことになりましたね。うんはいとうことでね、この2社がですね、めでたくね、ストップ高になったということになっているので、明日以降ね、どういう風になっていくか期待してみていきたいと思います。続いて、グリーなんですが、はい、さっきね、ゲームのところで、グリーがね、9%上げましたねという話をしましたが、なかなかのですね、要線でね、9%上げてきたということになっていて、で、これはね、何があったかというとですね、 VTuber のね、ホロライブっていうのを運営しているカバー社っていうところがですね、グロース市場にね、上場するということがね、承認されたということなんですよね。で、これがね、金曜日のね、大引き後にね、発表されたということになっていて、で、2時3時運営のエニーカラー社に続きということでですね、まあ、この動画でもね、何回も話をしましたが、エニーカラーがね、上場してね、爆上げしたね、時期がね、ありましたよね。で、そのね、カバー社っていうところに、 グリーもね、子会社を通じて出資しているということなんですよね。うん、で、それをね、材料視されて、上がってきたということに、ね、なったかと思うんですよね。で、この件はね、今朝にね、ハイミミ会員さんの、ね、方には、まあ、情報をね、投稿しておいたわけなんですが、で、今しかもね、今日はですね、8%以上上げてきたということになっていて、今しかもね、同じようにね、出資しているんですよね。 でカバーは5253という、ね、証券コードまでは、ね、決まっているんですがで想定の時価総額はです、ね、なかなか大きくて434億円なんですよね、まあ、そうは言っても、ね、エニーカラーが1500億円以上あるということからすると、まあ、まだ、ね、小さい部類だということは言えますが工場価格は、ね、まだ決まっていなくてで上場日が3月27日月曜日と。 ということに、ね、なっているので、皆さんね、楽しみにしていると思いますけども、で、ロックアップがね、180日間っていうのと、まあ、1.5倍でリリースされるというのがね、あるわけなんですが、まあ、このね、カバーが上がっていくと、グリーもね、一緒に上がっていけるのかどうかということですけども、はい、どういう風になっていくかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、前回の動画で注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこのね、石油はなんですが、 はい、石油はですねなんとね今日もストップ高で終わりましたねはいおめでとうございますということで2日連続のねストップ高ということにはねなりましたが、うん、でこれはね何があったかというと前回ねこのネタをお話ししましたけどもシリコンバレーのスタートアップ企業の iFi っていう会社と業務提携をするということが発表されていてでその iFi っていう会社はですね、まあ、日本では大手のね ホームセンターのカインズと無人店舗のね、実証実験をね、まあやっているというようなね、会社なんですよね。うん。で、それに加えてですね、今日ね、こういうものもね、発表していたんですよね。セキュアの累計導入者数が8000社突破というようなことを改めて出していって、まあそれもね、材料をされて買われたかなという感じがね、なりましたけども、はい。明日以降もね、どういう風になっていくか、期待しているので、頑張ってほしいと思います。続いて、フィクサーなんですが、はい。フィクサーはですね、今日ね、 8%以上,上げてきまましたねはいいおめでとうございますで先週の金曜日は陰線だったんですが、今日は、ね、いい感じで陽線で上げてきたということになりましたね。うん、はいおめでとうございます。で、フィクサーはチャット g p t 関連だというふうに、ね、今位置づけられているんだよという話をこの間動画でしましたが、で改めてですね、2月19日の、ね、夕方にまたまたねフィスコがですね、まあ、改めてねまたまたフィクサーのことを、ね、書いていると。 いうことも、ひょっとしたらですね、今日のね、上げの要因になったかなという感じはね、しますけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、日本製鉄なんですが、はい、日本製鉄ですね、なんとですね、今日も上げて1.5%上げてきたということになっていて、これでいくとですね、なんとね、8連投なんですよね。しかもね、この8日間ですね、ずっとね、陽線なんですよね。なので、寄りで買った人はね、全員毎回ね、勝者だったと。 いうことになっていてですね。いやー、これね、本当にね、すごいチャンスになっていますが、で、まあ、株探さんの記事では、まあ、高実態評価の買いが続くというふうにね、書いてあるんですよね。で、最高益を更新する見込みであると、まあ、いうようなことをね、評価しているんだと。で、それがね、まあ、継続的に買われている理由ですというようなふうな書き方になっていて、で、まあ、野村証券が3480円にね、まあ、目標株価を設定したと。 いうこともまあ、あるかもしれないんですが、まあ、なかなかのね、上げっぷりですよね。まあ、この話をね、最初にしたときは、この辺にいたので、なかなかね、いい感じでね、上げてくれてね、本当に良かったと思います。頑張ってください。以上、前回の注目目め上げでした。続いて、2月21日の注目。はい。関谷、東京通信、近江健市、BTM、ヘッドウォーター FVC、フィクサー、高取 NHN、NH インクルーシブ、三菱 UFJ、オンコリス、日本製鉄、マイボックス、M&A 総研、三菱商事、マイクロ波、参考合成、花ツアー、A バランス、キャンバス、バンコオブイノベーション、マイクロアド、メディネット、このうを中心に見ていきたいなと思ってます。 それではここで株価ブ,ブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。